久保さん、久保さん、今向かってますよ、久保さん、久保さん、今向かってます。いやーね、これなかなか新しい形じゃないですか。なかなか新しいね、これね、この撮り方。これ結構いいかもしれないですね、この撮り方。顔出ししたくないみたいな。顔出ししたくありませんっていう方は、この撮り方いいんじゃないですかね。まあ、僕が好きなね、久保さんのセリフがね、いや、顔出しして歩いてんじゃないですか、みたいなね。いや、顔出しして街中歩いてるじゃないですか、みたいな。あれ何なんでしょうね。僕は一番好きですね、億万長者合宿のやりとりで。この疑問、悩みに対して。いや、ネットで顔出ししたくないんですよ、と。リアルでめっちゃ顔出ししてるやん、と。で、僕がそのネットで2万本ぐらい動画を公開して、結論、街中で声かけられたことは一回もないですね。そう。だって街中で声かけられるのって、まあ、その、半径何メートルの世界で、ネット、例えば、まあ、久保さんが広島にいます。じゃあ、北海道の人が見てるとして、まあ、声かけられないじゃないですか。僕、鹿児島に、人来ないですよ、なんか。まあ、今度なんかね、合宿とかちょっとまた募集しようかなと思うんですけど、まあ、鹿児島6年目ですけど、まあ、来ないですよね。まあ、久保さんの家にも、ね、ひっきりなしにね、来ます。ひっきりなし毎日なんか来客ないでしょ。まあ、あるとするならば、アマゾンとかヤフーショッピングとか楽天で買った、商品を佐川さんとかヤマトさんが届けてくれる人は来るかもしれないけども。YouTube、久保さんのリスナー YouTube を見てる人が、久保さんの家に訪れることは、まあ、あんまりないと思いますけどね。なんかね、気にしすぎなんじゃないかなと思うんですよ。みんな。まあ、仮に100歩譲ってですよ。100歩譲って気にしたとしても、ね。こういう風に撮ればいいじゃないですか。顔出ししてないですよ。顔出ししてなくてもこういう撮り方があるんで、これで撮ればいいじゃないですか。いや、顔出しが恥ずかしいんです。顔出ししてません。首切りですね。首切り。久保さん、首切りですよ。首切りで動画撮ればいいじゃないですか、と。なんか結局ね、そのトラウマだったりとか、なんかそういうのってなんかできない口実というか、トラウマがあるからできません、トラウマがあるからやらないとか、なんかこれこれこういう理由だからできないんですとか、いや、そのどうやったらできるかは探したのみたいな、どうすればできるかを考えたのかっていうね。それは考えなんです。それは考えないんですよね。どうやったらできるんだろうな、みたいな。それを考えない限り、まあ、未来を変えることはできないですよね。だってずっと今のままなわけじゃないですか。ずっと今のままだったら今のままですよね。今のままが続きますけども、なんか新しいことをやれば、なんか新しい可能性が生まれるわけじゃないですか。久保さんもね、麻雀店のままだったら、まあ今の未来はね、100% ないですよね。未だに麻雀店やってたと思いますけど。はい、ということで、今向かってますので、気をつけていきます。では。